この動画は、信長の野望、創造イスパワーアップキットのプレイ動画です。最後までお付き合いいただけますと幸いです。大河ドラマ、真田丸を記念して、真田家でプレイしていきます。難易度超級、本能寺の変シナリオです。今作では、真田家はかなり難易度高いですが、プレイしていきます。なお、当動画は一度プレイした動画を、後から編集しています。それではプレイを開始しましょう。オープニングイベントです。武田家討伐から始まります。なお、作者の過去動画で、武田勝頼編もプレイしていますので、よかったらそちらもどうぞ。戦場へ参る。出陣します。出陣するぞ。表情を始めましょう。早速本編開始ですが、まずは状況を確認しましょう。周囲が強力な大名ばかりで、下手をするとすぐゲームオーバーです。全国地図です。我が真田家は、人口23位の弱小大名です。武田家と同盟していますが、武田家は崩壊寸前です。織田家が圧倒的な勢力です。強すぎー。徳川家もこの時期には大大名となっています。関東には北条家がいます。隣接しているので、要注意です。上杉家とも隣接していて、要注意です。全国順位です。織田家が圧倒的で、毛利、北条、長宗我部、島津と、各地方の有力どころが続きます。真田家は、周辺国の状況です。我が真田家は、武田家と同盟を結んでいますが、滅亡寸前の状況です。飛騨の姉が浩二が、爽やかな顔してますね。居城の上田城は、山の中で、国力にも期待できません。マジで、積んでるー。武将の情報です。武将の能力だけは作中で随一です。当主の正幸は、非常に高い知力を持っており、長男の信幸も平均して高い能力で頼りになります。そして、次男の真田幸村は統率、武勇ともに作中トップクラスです。一通り確認できたところで、内政をやっていきましょう。まずは、城を巡察します。金山か銀山が湧けば、内政はぐっと楽になります。なるべく知略の高い武将で行いましょう。
次に、沼田城の城主を雪村にします。城主は、毎月経験値を得られるので、有望な武将にしておきます。黒人衆の懐柔も行いましょう。運よく、支配下における黒人衆が一つは得た様です。序盤の黒人衆は、非常に重要なので助かりました。外交の初手は、いろいろ考えましたが、武田家との同盟破棄にします。外交ペナルティは今後、ずっと尾を引きますが、序盤を乗り切ることが第一優先です。内政ターン終了。軍議ターンに入ります。うおぉ、なんだこれは。織田、徳川から大量の軍勢が出てきたぞ。これはもう武田家は終わりだ。我が軍略、どうしよう。出陣する。武田家との同盟を破棄しました。理由は一つです。上杉の援軍を信濃に引き込み、織田、徳川にぶつけます。うまくいくかな。武田から上杉に援軍依頼を出してもらうため出陣します。上杉をぶつけた後に弱った領地を切り取る作戦です。戦場へ参る。よろしくお願いします。